18時間が経過しました。あと残すも6時間。現地時間午前10時です。依然、トヨタ頑張っています。ものすごい安定感があります。刻々と滝を刻む電波時計のような正確性も。今も、7号車がトップ。ドライブは、小林カムイ。8号車は、ブエミです。現在のハイパーカークラスの順位。 1>, 1番手、7、ハイパーカー、トヨタガズーレーシング、トヨタ GR010 ハイブリッド、274周。2番手、8、ハイパーカー、トヨタガズーレーシング、トヨタ GR010 ハイブリッド、全車との差4分07秒。3番手、36、ハイパーカー、アルピーヌエルフマットミュート、アルピーヌ A、480、ギブソン、トップとの差4ラップ。 4番手708ハイパーカーグリッケンハウスレーシンググリッケンハウス 007LMH トップとの差5ラップ8番手709ハイパーカーグリッケンハウスレーシンググリッケンハウス 007LMH トップとの差8ラップ18時間が経過しトヨタの7号車が1番手トヨタの8号車2番手のワンツーです3番手にはアルピーヌが4ラップ差で追走しています2時間前には5ラップでした 相手を見ながら調整していると思いますが、4番手に落ちたグリッケンハウス708号車も5ラップ差で追走しています。グリッケンハウス709号は少しずつ順位が上がっていましたが、少し順位ダウンです。